さて、本日も早速講義を始めていく。本日は2ヶ月ぶりのフェレットさんたちの登場だ。しかし、この子たちはこの前とは別の子たちだな。こんにちは。お、みんな私と挨拶がしたくてたまらないようだ。人懐っこくて本当に可愛らしいな。前回の講義でも話したように、フェレットさんたちは好奇心が旺盛で人懐っこい性格をしているため、こうしてフレンドリーに接してくれる子が多いんだ。ちなみにフェレットさんにもアルビノが存在する。真っ白な毛に赤い目をしている子がそうだ。君はなんだかとっても気の強そうな女の子だな。日中はお昼寝していることが多く、温度管理以外は特別なお世話をする手間もないため、ペットとして人気を集めている。懐っこい性格は人間に対してだけではなく、他の動物さんたちとも仲良くできることから、ワンちゃんや猫ちゃんなど他の動物さんを飼っている人もお迎えしやすいようだ。ただし、私たち小動物さんに対しては誤って攻撃してしまう可能性もあるため、ゲージからお部屋に出すときはタイミングをずらしたり工夫をしてもらえたりしたら、私たちもとても安心だ。ここでブレイクタイム。イタチさんの仲間はみんなそっくりだと言われているが、みんなは見分けられるかな？まずはフェレットさん、そしてこちらがイタチさん。これは似ているな。こちらはオコジュさん、やはり似ているな。そしてミンクさん、お、この姿はカワウソさんに似ている。そう、カワウソさんやラッコさんもなんとイタチさんの仲間。みんな似ているが、それぞれ違った可愛さがあるな。さて、そろそろ講義を再開しよう。後半も可愛いフェレットさんの映像をギュッ
と詰め込んでいる。ここからじっくり堪能してほしい。どの子もとっても可愛かったな。お家で飼っているフェレットさんの面白いエピソードがあったらいつでも教えてくれ。動物さんたちのこんな姿が見たいというリクエストも随時募集中だ。もちろん私への質問も受け付けているぞ。 Did you enjoy it?Don't forget to subscribe and like today's video. See you next lecture.